まあつっくん、つよしさん、中道さんっていうのは感受性の塊でね、やっぱりまあ天才だよね、うん。そうですよね、僕好きでよく聞いてますよ、ライブも行ってるし、うん、ええ、どんな感じの方ですか？これタバコいいのかな。あ、いいです、うん、はい、お、かっこいい。まあ、つっくん、つよしさん、中道さんっていうのは感受性の塊でね、お、うん、だからあんな詩を書くんだろうし、はい、だから曲も作れるんだろうし、はい、やっぱりまあ天才だよね。うーん、もうやっぱり天才だよ。で、芝居だってうまいしさ。うまいですね。かも、これ何なんだろうと思うぐらい、まあ、もうね、やっぱり惜しげもなく天は二物も三物も与えるんだよね。あ、うん、だから俺みたくダメなやつは全然ね、うん、与えてくれないよ。うん、はっとそう思う。だからね、そのぐらいの男だよ、やっぱり。うん、で、まあ昔可愛かったからね。あ、最初知らなかったから。ああ、そうですか。もうそんなもん、別にそのニューミュージックとかなんか知らない、フォークとか、最初は知らなかった。知らないよ、歌ってる人。それがTBS で、はい、その主役じゃない、はい、何なんだこれ、家族ゲーム、ああ主役ってことは俺知らないやつが主役やってるわけだよ、はい、で、お前何なのって聞いたわけ、はい、え、あ、中渕、いやそれは知ってるけど主役かよ、すごいな、おい、なんかやってんのなんかやってんのだよね。え、歌作ってます。あれ、そうなの、じゃあ有名なんだろうなと思ってたわけ、ええ、そしたらディレクターが、志倉さん、武道館満員ですよ。そうなの、あー、そらそら主役やるよなーってそれが出会いよ。そうなんですか、うん、僕が出会いだからやっぱり、なんか違うよな、うん、あの子、あのよくアイドルの子って言うじゃない、はい、アイドルの子ってのはもうそれだけですごいよね、うん、誰もなれないんだもん、うん、それがアイドルよ、うんうん、だからもう15だろうが13だろうがさ、アイドルになった時にもうその時でもう芸歴10年あるよな、うんうんうん、もうやることが違うんだから、うん、例えば桃江ちゃんだよ、山口桃江さん、はいはい、桃江ちゃんっていう子がこうなんか出てきた時にあの子の芝居がポンとやるじゃん、なんかで、はい、まあ、なんかお芝居主役かなんかで、あれ芝居を一生懸命勉強してる劇団の子はできないよ、うん、ですね、これね、これってじゃ何なのって世界で、そうですよね、あの子たち平気で、もう平気なのよ、そうそうそうですよ、ね、それはもちろん緊張してるだろうけど、ええ、でもやっぱやるじゃない、そうそうそうなんです、あれね、やっぱり多くの人に見られて、ね、表現力もうそう、うん、もう全然じゃん、やっぱ持って生まれた、もう勉強になったよ、そうです、ね、だからね、ああいう人たちにね、もうね、神戸を垂れるしかない、すごいな、すごい、神戸を垂れる、すごい、ほんとすごい確かに直石さんもうまいですよね、うん、芝居がね、かなわないよ、うん、なんだろうだよ、訓練してないのに、うんうん、だから芝居ってのは訓練じゃないのよ、はい、ああいう人見てるとね、センスですね、センスだよ、ね、だからセンスお前にあんのかっていう、いつもそう思うわけ、うん、いや、あるつもりで生きてんだよね、いや、あるつもりで生きてるわけじゃない、結局はさ、はい、だからまあこの手たらくだよ早い話がな、うん、そんなことはないです、いや、もうなんかどんどんそうなってくるよ、そんなことないですよ、うん、もうやっぱ味が、うん、石倉さんには石倉さんの味がありますから、いやいや、まあまあそうおっしゃっていただければね、私はもう泣くしかないけど泣くしかないけどね、だけどまあそれはまあ、そういうなんていうの言葉でちょっと鼓舞されてさ、はい、まあ生きてんだけどね、うん、
まあ役者なんてそういうものですよね。どうだろうかね、俺なんか特に自信がないタイプだからさ、ダメなんだよね。譲るっていうかな、恥ずかしいっていうか、まだやっぱり役者なってないんじゃないのこの年で、まだあ、そうですか。うん、あと、ほんとそう思うね。なんかあの、うん、どっかで恥かくことを避けてんだろうね。だからまあ、わからないんだけど、よくあの神経科なんかで最初解放、肉体の解放、精神の解放と言 言うらしいんだけどさ、その解放の仕方がわかんないもんなどうすれば解放するんだろうか、飲むしかねえかみたいなことでね、うん、ビールですよ。いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア363-133。まあ近々の、まあ、今後といえば4月ですね、うん、まあそうですね。とにかくもうあなたの演出の冴えをね、はい、一つ学びたいという。ありがとうございます、そう思ってますね。証言事情的にはあんまりないんですか、石倉さん。ないですね。まあ、まあ、B 作さんとね、 あの劇団にはまあなんか呼ばれたりなんかするもんだから、はい、よく付き合ってるんですけどね、はい、それ以外はないですね。まあ、200ぐらいのキャバですから、本当に、お客さん近いな。まあ、ポケットって有名なとこだからね。あ、有名ですよ、今や、演劇界では、小劇場界では。すごいね、はい、ああいうところで、こう、なんて言うんだろう、下北もそうだけどもさ、はい、本田さんって人がね、はい、そうです。あ、もう、なんか10人に1人ああいう人がいてほしい本当に、ね、本当ですね、そんなあっちこっちに立っちゃいますけどね、劇場が10人で1人いたら。だから、そのぐらい欲しいよね、はい、だからあのどうせ厳しい世界なんだけども、うん、その厳しい中にもやっぱやる意味があるということを感じさせるのはやっぱり舞台でありね、なんかするわけじゃない、はい、やっぱその場所がないとね、出せないし、やっぱりこう生でお客さんと対峙して、そうこの息吹を分かち合うっていうのはもう舞台しかできないんで。だって本当に半分以上お客さんのもんだからね、はい、だからもうそれはもう本当そう思う。特にコメディはそうですね。そう3分の2ぐらいはもうお客さんのあの、そうなのよ、だから難しいのよ、難しい、怖いのよ。いや、もう存分に分かってます。もう、ね、あの一歩引いた時のあのシーンとしたね、ニッチもサッチもいかないよ。ニッチもサッチも、もうそうなっちゃうとニッチもサッチもいかないんですよ、うん、いやだから楽しみですね。これあの前に下北沢で一回上演してて、はい、B1 っていうちょっとこうジャンジャンみたいな、はい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 、こういう形お客さんが斜めから見るっていう、こう三角ので、まあ、演出とか凝ったんですけど、逆にこれを使って、 でもその時はあの大爆笑でした。お、はい、1日だけちょっと重い日がありましたけ なるほど。その日はね、松平健さんが真ん中でこうやって見てたんですお松平健さんがいて、みんな松平さんの方ばっかり気になってだそういう人呼んじゃいけないんだよね。雅子さんが出てたんですよ、松平さんのところにお付きのずっとついてた。ああ、お弟子さんの、はい、京之介さん、雅子さんね、雅子京之介さんが出てたんですけど、それで、はい、それであの前の方に松平さんこうやってご覧になってて、あのさ、律儀な方だからね。そうなんです、真面目なんですよ、そうそう、松平さん。いい役者さんですよ、はい、まあ、私が言うのもなんですけどね、うん、ねえ、まあ、でもそれなりに松平さんも楽しんでいただいたみたいで、だからこう割とあの騙し騙される話じゃないですか、うんうん、ちょっとクライムコメディって呼んでるんですけど、うんうん、だ役者のもうこれにかかってるんですよ、やっぱり、うん、なんでね、じゃあ私は降りますわ。何言ってんですか何を言ってるんですか、僕も出ますからいやいや、もう本当にね、お願いしますよ。いやいや、もう石倉さんはもうすごい楽しみで、あの役、いやいや、うん、だからこれちょっとぜひ見ていただきたいですよね、うん、難しいけど、まあ、あのコメディは難しい、分かってるんじゃないですか、石倉さん。難しい、コメディほど難しいもんはないですから。でもちょっとどう覚醒するか、あの楽しみにしています、4月の26日から30日の日曜日まで
中野座ポケットで上演いたします。城カンパニー騙されざる者たち、面白いです。ぜひ面白いですよ。ご覧のほどお願い申し上げます。ぜひ来てください。お待ちしてます。お待ちしてします。ちょっと噛んだ。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。お願いします。お願いします。エモちゃんなんかとよく飲むんだけどね、はい、エモちゃんも言ってたけどね、藤山直美さんって方はね、いわゆるプロ、はい、天下の江本明もさ、うん、自分のことアマチュアだという、うん、でそれが分かったね。いろいろありますけど、安心の医療体制で笑顔いっぱいのフロンティアの介護に決めました。介護のことはフロンティア 363-133